皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はこちらの焼酎八千代田白のレビュー動画となります。こちらですね、前回のコロナ太りを少し意識したような動画の中で、こちらダンベル代わりに持ち上げられてましたけど、八千代田さん自体が一押しの蔵になりますので、もうなんかどのように美味しいかはわからないですけど、とりあえず美味しいとは思います。さてレビュー行ってみたいと思います。まず開栓値なんですが、すがすがしさ、青臭さを感じる香りです。ロックにすると清涼感のある美味しそうな香りになります。口に含むとまろやかさ、透明感、ほどほどな甘み、渋み、中心部に旨味もあります。後味は甘み、渋みを残してふわっと切れる感じで、格調高さを感じます。芋らしさはわずかにある程度で、それほど強くないんですが、上品で美味しいと思います。1対1の水割りにすると、芋らしい風味が読み取れるようになりました。まろやかさ、優しい甘み、黄金千貫らしい軽い旨味、透明感、芋の風味、後味にコクも感じられまして、非常に美味しいと思います。焼酎さんお湯7のお湯割りにすると、甘み、コク、米の旨味がありまして、まろやかではあるんですが、後味はキリッと辛みが引き締めます。余韻に若干の芋風味が残ります。キレが良くて美味しいですね。で、少し冷めてくると甘くてコクのあるチョコのようです。焼酎1ソーダ3のソーダ割りは、香りがふわりとあり爽やかではあるんですが、持ち味が失われている感があります。1対1のソーダ割りは、苦味とコクと渋み中心となります。これは食中酒にぴったりな感じですね。全体的な印象としましては、黒八千代田と同様バランスが良くて、とにかくレベル高い感じです。芯の強い部分は少し元見に似ている感じはあるんですが、こちらの方がファーストタッチから分かりやすい美味しさです。そうですね、やっぱりこれは美味しかったですが、僕はですね、白と黒であれば八千代田黒の方が好きですね、個人的には。で、皆さんにも八千代田黒の方がなんか分かりやすい感じがして、一応おすすめではあるんですけど、この白も非常にレベル高いので、黒が美味しかったらこちらを飲んでみてください。入手の方なんですけど、八千代田っていうのは基本的には特約店でしか買えないものだと思いますので、お近くの特約店をまず探してみるのが先決かと思います。で、特約店があれば、こちらの白とか黒とか、この4号瓶が売ってるかどうかが微妙なんですけど、もしかすると1升しか売ってないとか、そういうところもよく見かけるんですけど、まあ、一応そういった瓶の容量関係なければ入手はそんなに難しくはないとは思います。では今回のレビューは以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。